勢という感じがするんですよ。そうですね、まあ、台湾勢のこうウチャーチンですとか、ヤンチンスなんか、ジャパンもあんまり出てこないっていうのもあると思うんですけども、はい、フィリピン勢はまあ逆にこの東京の方は張り切って出てきますからね。今年もフィリピン勢の爆発がね見られる可能性も高いと思うんですが、はい、まあ、今回注目は何といっても FN レースということになるんでしょうか。そうですね、やはり、まあ、今本当に世界中でやっぱり、まあ、年齢的なこともあって、こう FN はとにかく今見とかなきゃみたいな空気がありますよね。そうですね。さあ注目のベスト16の戦いです。エフレンレイズ対福本宇太郎。第1ゲーム、そのエフレンレイズのブレイク。この試合、レース2ナインです。勝者ブレイク。さあ、まず最初のブレイク、かなりしっかり割ったように見えましたが。そうですね、ブレイクとしては、蹴られてって走りましたけど、はい、当たりもいいですし、ただこの取り出しの一番がちょっと薄くなったんで、しかし難なく入れました。もうこれで形になったような気がしますよね。そうですね、レイズ選手の場合はやっぱりこの朝一番のゲームっていうのを本人もこう苦手だってもう言っちゃうぐらい苦手ですからね。乗ってくるともう止まらないけれども、はい、その乗る前に叩かれるとちょっと苦しくなるということもあるかもしれませんね。そうですね、あとこの午前中にゲームをするっていうことはほとんどないですから、もうワールドスーパースターとまで言われるプレイヤーですけれども、はい、54歳ですか。そうですね、54ですね。この年齢で現役バリバリでトップでいられるというのはちょっと他に見当たりませんよね。そうですね、まあ、ビリヤードはこう体力的な部分を求められないとは言われても、やはりこうトーナメントで考えると、まあ、本当に予選は朝の9時半とかから夜の12時までやってるわけですからね、はい、まあ、間の待ち時間2時間あってもそれがこういつまでってのははっきり見えないですからね。ジャパンオープンの場合は、とにかく人数が多いんでタイムスケジュール切れないですから、はい、とにかくどん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 終わったとこから入れていくっていうスタイルになりますからね。その体力も集中力の持っていき方も難しい大会かもしれませんね。そうですね、特に、まあ、当然ジャパンオープンですからアマチュアがたくさん出てますから、はいはい、土曜日に関して言うとトッププレイヤーたちっていうのはアマチュアとの試合はそんなに意識しなくてもまあ大丈夫だろうとか、いろんな計算をするんですけどね、はい、それでも当然アマチュアでも今どんどん入れる選手多いですから。うん、まあ、実際決勝日まで残るアマチュアも多いですからね。そうですね、ですからその、まあ、プレイヤーにしてみると本当にこのジャパンオープンっていうのはこう厳しいトーナメントだってみんな言いますよね。ですから海外勢なんかやっぱりこう出てこないっていうのはその辺にあると思うんですけど、やりにくさというのもあるのかもしれませんね。ただ結局勝ってるのは強い選手なんですよね。そうですね、そう言いながらもやはりその実力が出てくるっていうことだと思うんですけどね。まあ、レイズ自身も2005年にこの大会優勝しています。エフレンレイズ縦バンクを失敗して、あとは福本プロがいい形を迎えました。福本プロもすごく注目されて期待されてる選手ですよね。そうですね、プロ入りしてすぐにやはりこう注目度高い選手だったと思うんですけども、はい、去年、2008年ですか、東海グランプリ優勝でやっとこうメジャータイトルというか、国内のやっぱりプロにとって最初にまずそのオールジャパン、ジャパンオープンというビッグタイトルはあるんですけど、まずはオープン戦ですよね。北陸オープンですとか、はい、そういうのを取るっていうのは一つのこうトップとしてのこうなんていうんですね、入り口というか、はい、まあ、ファンも認めますよね。そうですね、あれを取ったというタイトルを持ってるというのはね、はい、ツアーですとか、まあ、今グランプリという形でやってますけど、プロツアーを勝っただけではやっぱりファンも
目の肥えたファンはやっぱりその認めないところありますからね。ナインボールです。入れました。第1ゲーム福本プロが取りました。1対0。落ち着いてましたね。そうですね。とにかく相手がエフレンレイズですから、いくらリードしていても怖いでしょうし、もう取れるところはきっちり取っておかないと後で痛い目に遭うということになりかねませんよね。そうですね。まあ、しかもこの朝一のゲームですから、レイ選手がまあ苦手としてるってのを考えると、ここもう走ったら結構チャンス大きくなっていくと思うんですよね。まず2、3ゲーム練習していきたいですよね。左サイドから割ってきます。福本宇太郎プロ、割りました。たくさん落ちましたが、取り出しの3番が見えたんでしょうか。かなりブレークは入るようですね。そうですね、今3個ですかね。これ3番見えていてもなかなか厳しいでしょうね。そうですね、攻める方法がちょっとないですね。シュートアウトをコールしました。見えなかったんですね。柔らかく転がしていって、タンクッション際に運んできました。ただこの展開はレイズに利があるかもしれませんね。そうですね、やはりこうセーフティーですとかの技術っていうのはもう本当に、しかしパスしましたよ。レイ選手はシュートアウト相手がしたのパスすること多いですよね。まあ、やればいろんなことできるんでしょうけど、あえてパスする。多分ですけどね、対戦相手がレイ選手ということで、ちょっと厳しめのシュートアウトを作りに行くんですよね。そうすると、レイ選手からしてみれば、じゃあお前やってみろみたいなことが多いなと思いますね。さあ、しかし福本プロ、うまく3番隠しましたかね。そうですね、これはコントロール、先球のコントロールは難しかったんですけどね。レイズ選手はカラクションから、スクラッチは免れました。でもこの辺見事ですね。やっぱりうまいですよね。柔らかい感じでカラクションというのは結構怖いと思うんですけれども。そうですね、やはり弱いショットっていうんですかね、そういうのはブレやすいですからね。これまたカラクションで、さあどうでしょう、隠れるんでしょうか。これまた見事。やはり日本勢もキックセーフティー上手くなってますね。そうですね。で、ここでどこまで粘れるかっていうのは勝負になってくると思いますよね。まあ、この展開になったら間違いなく世界一うまい選手ですからね。しかしレイズ選手ズバーンと入れましたね。あえて入れて勝負きましたね。ただ当然残りは難しくなると。右上は塞がってますかね。取ってないですね。左上あるといえばあるんですが、どうするんでしょう。攻めました。入れました。いやー、さすがです。レイズ選手というとテクニックとかセーフティーのイメージあるんですけど、さっきのように行くときにはドーンといけるという、そのシュート力、やっぱりズバ抜けてますよね。そうですね、まあ、今、つき方もまた少し変わってきたなっていう、まあ、本人にも聞いたんですけどね、それとやはりこう、まあ、年齢的に合わせて多少やっぱり変わってきてるっていう話はしてましたよね。
これはちょっとイメージと違ったんでしょうか。同点、つく点ですね。ええ。手玉をつく場所をちょっと間違えましたね、今。さあ、この8番どうするのか。ん？キャノンでいった。決めました。第2ゲーム、キャノンで決めたレイズが取りました。1対1の同点です。ジャパンオープン2009男子ベスト16の戦い、エフレン・レイズ対福本宇太郎。第2ゲームを終えて1対1の同点です。両者ともに調子は悪くないようですね。そうですね。あとはペースをどちらが先に握るかといったところでしょうか。第3ゲーム、レイズのブレイク。4番が落ちました。取り出しは1番です。これも隠れましたかね。シュートアウトをコールしました。これはまた面白いシュートアウトですね。ねえ。分けに行きました。1番が穴前に行ってしまいました。クッションから入れました。しかし手玉8番に当たってしまいました。さあ、これで3番へのポジションがすごく難しくなったわけでしょうかね。ぐるぐるテーブルの周りを回って確認を取りました。まあ、やっぱり朝の部分でレイ選手は自分のイメージと実際のショットは多少は合ってないんでしょうね。着く前にこれだけ間を取るっていうのも珍しいですからね。本来はプレーが早い選手です。これはどうでしょう。全然違ったラインを走ったんでしょうね。そうですね。3番のポケットはあるんでしょうか。9番と重なってるんですね。セーフティーに行きました。レイズからしますとちょっと甘い感じがしますね。そうですね。まあ、彼の場合は手玉を完全に9番につけに行きますから、今のもつけに行ってると思うんですけどね。バンクに行ったようですが、決めることはできませんでした。
エフレン・レイズ入れました。あとは6番が通っているかでしょうね。通ってないように見えますけどね、はい、今確認をしましたが、チョクションチョクションとバタバタさせてここに出しました。もう一度通っているかどうか確認をしたエフレン・レイズ。セーフティーです。やっぱりこう硬いですよね、はい。この配置ですと福本プロ入れに行くかもしれませんね。そうですね、十分入れに行ける形ですよ。もちろん難しいショットですけどね、はい、クッションからですから。どうか、決めることはできませんでした。2008年のオールジャパンで、決勝ファイナル日ですね、はい、の1回戦でロニアルカの選手に負けてるんですけども、はい、前日まで本当にもう絶好調だったんですね。でウーチャチンをやっつけて、もう今年はエフレン行ったかなっていうところで朝バラバラになったんですよね。でその辺の意識っていうのも当然同じ日本に来てるということであると思うんですよね、はい、今の6番もちょっと想像できないようなミスでしたね。うまく当てました。さあしかしこれはレイズにチャンスが回ったようです。力加減は大丈夫でしょうか。この辺のフィーリングが合ってないんでしょうね。ほんの小さいところだと思うんですけどね。バンクに行くのか。守ったんですか。結果的に守った形になってますから。はい。レイズ選手は迷ったとき割と攻めることが多いんですけどね。そうですね、やっぱりこの朝一のゲームっていうことでかなり慎重になってるんじゃないですかね。ははは。これは見事なセーフティー。ただ穴前にありますから何かできるかもしれません。エフレン・レイズクッションからのプレー、入れに行った、惜しい。こういう展開お互いにじりじりするでしょうね。バンク決めました。ただ手玉が8番を動かして9ボールはクッション際に止まっています。この球もしびれますね。そうですね、ただここ本当に丁寧にいってほしいですね。
構え直して、入れました。手玉も狭い方になんとか出てきたというところ、またクッション際の手玉、ナインボールを狙っています。おっと、ここで外しました。いやー、もったいない。やっぱりクッション際の手玉というのが難しかったんでしょうか。ナインボールをもらったエフレン・レイズ、ただいつになくナーバスな感じが見受けられますが、外しました。珍しい。今先にクッションに入ったんでしょうかね。これ、全日本オールジャパンですね、はい、のアルカノ選手とレイズ選手の試合のこんな感じでしたからね。ああ入れました。第3ゲーム、結局福本プロが取りました。2対1です。かなり苦しい中、福本プロ頑張ってついていってポイントを上げた。これ大きいですね。大きいですね。もう多分戦っている福本プロはレイズ選手がちょっとおかしいなとは思ってるはずですからね、いつものパターンですとこういうゲームレイズが軽々ものにしてスイスイと走っていくパターン多いんですけれども、もたついてる間に結局ポイントを上げたのは福本プロ。第4ゲームです。ここで連取できるか。強烈なブレイクですが、一番はどうでしょうか。なんとかポケットできる厚みはありそうです。これはいい配置でしょうかね。そうですね、この取り出しのところだけですかね、気をつけるのは、はい、柔らかいタッチで入れました。すごく冷静な福本プロ。この振りはどうでしょうか。まあもうちょっとまっすぐになる、ボール1個まっすぐになるとちょっと嫌な感じになりますけど、これぐらいだったら十分、はい、7番のポジションは楽なんじゃないですかね。しっかりついて、もう一つ頑張らないとという感じでしょうか。9番が気になって少し構えにくそうです。入れました。この8番はどうでしょう。ちょっとこの苦しい展開の中、この8番、9番まで行けるかどうかって大きなポイントかもしれないですね。サイドバンク決めました。思い切り良かったですね。そしてナインボール、結構嫌な球ですが決められるのか。入れました。ブレイクランアウト。福本プロ2連取しました。3対1です。第5ゲームです。エフレン・レイズ対福本宇太郎、3対1、福本プロがリードを取っています。ブレイクランアウトも出ましたし、ブレイク自体も好調のようですから、福本プロこのまま走れるといいですね。そうですね、このまあもちろん毎ゲーム大事なんですけどね、ここのブレイク決まってランアウトでも出て、
まあ、レイズ選手が通常の状態だったら3点4点っていうのは別ちょっとの、安全圏ではないですけども、はい、ちょっとレイズ選手自体がおかしな感じになってますからね、ここで距離を取りたいですよね、練習して、はい、そしてこのブレイクどうでしょうか。これはいいんじゃないですかね。トラブルはありません。今のはしっかり引きたかったんでしょうか、引けすぎたんでしょうか、ちょっと中途半端なところに行ってしまいましたね。左上カットを狙ってるんでしょうか、右上でしょうか。右上じゃないですかね。あ、左に行きましたね。さあなんとか5番出てきました。つながっています。ああいう時のリカバリー能力は結構高いですね。ん、ちょっと強かったんでしょうか。これ7と8の間6番通せればいいんですが微妙ですね。守りました。9番で隠そうという計画のようですが少し甘い。まだ本来の調子ではないエフレン・レイズ。遠く離れた6番です。もう体も動いてますしね、入れに行ったと思うんですけどね、はい、入れに行ってますね、はい、まあ、入らなくても難しくなるだろうっていう感じで、ただあんなに厚く外れると思ってないんで、ちょっと6番出てきましたけどね。元プロ、こちらもセーフティーで返そうというところですが、うん、悪くはないですね。距離を離して、薄く見えるんでしょうか。まあ、見えてたのはもちろん見えてたんでしょうけど、ちょっとあそこに当てるのは難しいなっていうところ行きましたね、はい、またセーフティーに行きましたがどうでしょうか。6番隠れてますね。曲げますか。多少カーブをかけるんですね。いや、ツークションですか。あ、ツークションですか。あ、裏から当てました。やっぱりクッション使わせるとうまいですね。そうですね。
本プロモクションから行くしかなさそうです。ん、入れに行ったか、決まりました。いや、苦しいとこ入れましたよ。そうですね。手玉が少しつきにくいですけど、ここを頑張れば本当に一気に走れるチャンスですよね。そうですね、あの非常に重要になってきましたよね。さあ、その7番です。入れました。さあ、この8番がポイントです。入れて手玉がうまく9番に出しました。9ボール。おっと、ここで外すとはちょっと信じられないミスですね。そうですね、やはり苦しいのを入れてきた中でどん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 プレッシャーがかかってたんですよね。入れました。フレンレイズ得点を拾った形です。3対2、1点差。いや、今の9ボール入れると入れないでは全然違いますよね。特に難しいところはなかったと思うんですけれども、プレッシャーなんでしょうか。さあ、今の1点でレイズが目を覚ますということはありますかね。このブレイクでどれぐらいレイズ選手がプレーを連続できるかだと思うんですよね。ついてれば当然戻ってきますから、ジャパンオープンの場合は特に特設会場になるとなんか練習時間がないですからね。レイズのブレイク、手玉が走り回っていますが、ブレイクでは4番が落ちています。配置も微妙ですね。そうですね、これ1番がまずないんじゃないですかね。どちらかのコーナーに取ってればそこへ行くしかなくなりますけど、はい、弱った顔しています。右下に行くんでしょうか。いや、守りましたね。がっちり守りました。この手玉も隠し、先玉も嫌なところに送りというのはレイズならではという感じがします。こういうセーフティーをレイ選手が精度を上げていくことによって感覚戻してきますからね、あ、うまく当てました。これ見事ですね。これはスーパーショットですね。そして1番今はひねりか何か特殊なショットで入れてきましたね。さあ、これで形になったんでしょうか。やっぱり持ってきますね。そうですね。
手玉のコースで失敗したかもしれませんが、なんとかつなげることはできそうです。おお、外しました。いやー、レイズらしくないミスが出ました。まだ乗れません。まあ、本人も今首ひねってましたけど、こういう表情が可愛いんですよね。そうですね。逆に言うと今、まあ、勝負で入れに行った5番を外してまだ笑ってられる余裕があるっていう気もしますけどね。ああ、確かに。ん、縦バンクか。レイズ選手には申し分ない形が回ってきました。6番いくらなんでもここからはミスはないでしょうね。そうですね、まあ、ちょっと考えられないですね、1番サイドに入れました。ナインボール。入れました。デフレンレイズ2連取して3対3の同点に追いつきました。苦しみながらも結局ポイントをレイズが上げました。福本プロもちょっとミスにお付き合いはいけませんね。やはり福本プロとしてはまあ、レイ選手が練習してるからしょうがないんですけど、行かなきゃいけないところだったんですよね。第7ゲームです。4番が入っています。ちょっと当て方もわざとずらして当ててるんですか。そうですね、変えてきてますね、はい、取り出しがやっぱりうまくいってないんで、結果的にはあまりこれもうまくいってないんですが、そういう工夫もするんですね。そうですね。ちょうど8番の裏、シュートアウトですね。そうですね、基本シュートアウトでもうセーフティーガスに持ち込むしかないなって感じでしょうね、はい、受けますかね。そうですね、これだけ1番がまあ見えてる、半分ぐらい見えてると思うんで、これ渡すとレイス選手にむちゃくちゃなセーフティーされますからね、はい、これいい形になりましたね。素晴らしいセーフティークラクション。
ここで福本プロがどんなプレーができるか。この一番どうですか。攻めたいんですけどね、ちょっと守りで戦っていくには厳しいですね。リー選手がどん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 精度高くなってきてますから。今バンク行きましたかね。バンク行ってますね。これ攻めましたね。これ結果入らずに、リー選手回してしまいましたけど、やっぱり勝負へ行ったんで、結果しょうがないですからね、手玉が6番に当たってしまいました。でもなんとかなりそうですね。問題ないんじゃないですかね。7、8、9と微妙な配置になっていますが、そうですね。ただこのレベルの選手たちにとっては問題は基本的にないですよね、で結構セーフティー合戦とかでちょっと違う展開のショットをしたんで、レイ選手が徐々に合ってくる可能性がありますから、ポイントの7、8、9です。大丈夫そうですね。ナインボール。入れました。エフレン・レイズ3連取して4対3逆転に成功しています。ジャパンオープン2009男子ベスト16、エフレン・レイズ対福本宇太郎。第7ゲームを終えて4対3レイズが1点リードを取っています。この試合はレース2ナインです。9ゲーム先取り。第8ゲーム、まだブレークがしっかり決まっていないエフレン・レイズ。今度はしっかり当てに行きました。本当に工夫してますね。いろいろ試しつつでも、このそれは技術的な問題ではないですからね。体調というか、もう朝っていう部分だけだと思うんで。セーフティー、いやー、かなり厳しいセーフティーになってきました。大きくずれました。ファール。さあフリーボールですけれども、あの4と7の重なりはどうなんでしょうね。直には向いてないんでしょうか。ちょっとずれてますかね。うまく右側にポジションすれば4は単独で処理できるかもしれませんね。そうですね。これタッチしてれば4と7が、
7もなん、まあ、ちょっと近いですかね。なんとかできそうですけどね、はい、あるいはここで割りに行くか。今狭いところを見に行きました。ああいう狭いところに点で出しに行きますからね、はい、そういう形ですか。4番には出せたと思うんですが、5番へのポジションが厳しいかもしれません。あースクラッチ、いやびっくりしました。今すごいことしようとしましたね。あ、狙いは何だったんですかね。今あれ7番に当てないつもりだったんじゃないですかね。ヒカで4番入れて7番当てずに手玉を単に入れようとしたんですかね。これは福本プロはラッキーですね。ラッキーですけど、結構やばいなって感じになってたと思うんですよね。レイ選手がもう普通になってきてる状況ですから。ナインボール構えに入りました。おっと危なかった、入れました。4対4の同点です。ちょっとナインボールナーバスになってるんでしょうか。そうですね、イージー1回やってますからね、はい、今のもテーブルによっては入らなかったかもしれませんね。そうですね、しかしなんとか受けてくれて4対4の同点です。勝負はちょっと分からなくなってきましたね。そうですね、第9ゲームブレークは福本プロの方が決まっています。球が少し前に出てしまいましたが、いやーノーインです。ちょっとついてないですね、はい、ここ行こうっていうところですからね。レイズ選手これ穴前の1番行きますかね。ファールしました。カーブが効きすぎたんでしょうか。しかしフリーボールもらってもなかなか険しい道のりですね。険しいんですけどトラブルではないんで、手玉のコントロールで十分取り切れる配置だと思うんですね、はい、こういうの取り切っていくと自信にもなりますし、まあ、チャンスにつながっていきますよね。そうですね、
ほぼテーブル中央の手玉。4番。テーブルがすっきりしてきました。なんとなく目処が立ってきましたね。オーナーポケット近くの7番です。おお、しっかり引きました。すごく引きましたね。そうですね。おっと、ここで外しました。どうもおかしいですね。はい。結構難しいところをクリアして簡単になったあたりでポロッとやってしまうという嫌いがあります。レイズもつきにくそうです。どんどんくっついたんでしょうか。そうですね、ちょっとお互いおかしなことになってきてますね。ただこういうボールの処理はレイズは得意ですよね。そうですね、ただ得意でもこれ難しいですよね。おっと外した。頭をかいています。でも手玉多少ケアしたんでしょうか。そうですね、手玉の方は常に意識してると思いますから、ね。はい、福本プロはこれ頑張って入れないと。かなり難しい9番です。穴前に9番残してしまいました。エフレン・レイズ入れました。第9ゲーム、結局レイズが取りました。5対4です。両者ともに苦しんでいます。ジャパンオープン2009男子ベスト16、エフレン・レイズ対福本宇太郎。レイズはブレイクサイドを変えました。第10ゲーム、思い切った改革が必要ということなんでしょうか。そうですね、まあちょっと試してみようかなぐらいだと思うんですけど。こちらの方が良さそうですね。そうですね、当たりも強さもこっちの方が全然いいですね。取り出しの2番だけでしょうか。これはサイドはありますかね。
ました。ブレイクが少し良くなることでまた雰囲気変わるかもしれませんね。そうですね。レイズ自身の雰囲気もちょっと変わったんじゃないですか。そうですね、あのこの配置を見てよしげたっていう感じで、まあ、切り替えなきゃっていうのは最初に思ってたと思うんですね。当然、オールジャパンのでの出来事というか、はい、朝一番のゲームっていう苦手意識もあると思うん で、まあ、かなり気にして丁寧にいったんですけど、途中やっぱりおかしくなってきてますから、ここでちょっと仕切り直さないとっていう意識はあるんじゃないですかね。これが本来のレイズのペースに近い状態だと思いますが、プレーするペースが上がってきました。早くも9ボール。ブレイクランアウト。6対4となりました。このすっきりしたブレイクランアウト、本当に試合を左右するかもしれません。そうですね。とにかくブレイクの当たりが全然違いましたからね。さあ勝利まであと3点です。エフレンレイズ、このまま一気に勝ち上がれるんでしょうか。第11ゲーム、このブレイクが注目ですね。そうですね。さっきと同じようにできるんでしょうか。きっちり手玉を止めています。また2番が厄介なんでしょうかね。直接はポケット厳しそうです。1と4が落ちています。バンク決めましたが、ポジションはうまくいかなかったかもしれません。薄く当てて手玉を大きく走らせています。ただ3番は見えましたね。で5番にもポジションを出しました。ただ福本プロはボールの数が大きくなってからミスしますから、ここは要注意ですね。まあ、意識もあるでしょうしね、はい、8番9番あたりになるとちょっと意識すると思うんですけど、7番ちょっと中途半端ですかね、はい、まあ、スッといきましたから、あ、これは大丈夫ですね。ナインボール入れました。
第11ゲーム福本プロが取りました。6対5です。得点は6対5、エフレンレイズが1点リードしています。この試合はレース2ないんです。まだ両者ともにチャンスは十分あります。まずはこのゲームを取って同点に追いつきたい福本プロ、ブレイクショットを行います。こちらは左サイドから。かなり気持ちよく球を出しました。綺麗に割れています。これはいい形でしょう。申し分ないですね。そうですね。綺麗にランアウトできるんでしょうか。今日本のプロを見ますと、本当にプロ入りしたての若いところに注目が集まるんですが、この福本プロあたりが頑張ってくれないとやっぱり層が厚くならないですよね。そうですね。十分こう、まあ、このジャパンオープンがまた大きなステップになると思うんですけど、プレー見ててもちょっと前半から中盤にかけてバタバタしましたけどね、本当に逆に言うと悔やまれますよね。8番のミス、9番のミスっていうところの部分が、はい、あれがなければもう勝ち上がっていたかもしれないわけで、はい、そういうことをこういう場で学ぶんでしょうけれども、ただこういうプレー見ますとね、強いなという感じがしますよね。ナインボール出ました。同点です。ブレークランアウトを決めた福本プロ、6対6、まあ、しっかりレイズに同点ですからね。ブレークも好調です。このままもうつかせない気合でいきたいですね。第13ゲーム、両者ともにあと3点で勝利。1番テーブルの試合結果をお知らせします。1番テーブル9対4でフランシスコ・ビスタ。お、手玉跳ねました。そして取り出しの2番はいけますね。配置はどうですか。2番から3番へのポジションぐらいですかね。まあ、ちょっと制限がありますね。はい、3から4いく、4も結構狭いポジションになりますね。あ、しかし2番を外しました。ちょっとポジションに意識がいったんでしょうか。これ間通せるんですね。投手に行ってますね。セーフティーだと思いますけどね。守ってきました。あっと空振り、ファールしました。これはいけません。3番テーブルの試合結果をお知らせします。3番テーブルフリーボールのチャンス。
フリーボールからですと難しいポジションもクリアできるでしょう。この3から4が綺麗に出たらもう終わりですね。これで問題ないでしょうか。ちょっとまっすぐでしょうか。大丈夫ですね。持ってきました。もうこの形というかこの展開になっちゃうとちょっとレイズ選手に余裕ができてしまいますから、中盤でミスターレイズ選手のなんかこうポジションが出なかったりとかシュートミスとかっていうのはちょっとこの状態になると難しいでしょうね。うん、徐々に、まあ、目が覚めたと言いますかね。そうですね。気迫がレイズから出てきました。お得意の独特の押し球でラインボールにポジションしました。入れました。第13ゲームエフレンレイズが取りました。7対6レイズ勝利まであと2点です。試合は終盤に入っています。7対6エフレンレイズ1点リード。レイズの雰囲気変わってきましたよね。そうですね、やっぱり朝一というのの意識があったと思うんですけどね。もう大丈夫だって思ってるんじゃないですか。はい、第14ゲームレイズもブレイクサイドを変えてブレイク自体良くなっています。1、2とボールが飛び込みました。取り出しは3番です。手玉と近いところにあるボールです。これコーナー行くにはかなり薄いですが攻めるんでしょうか。行きました。決めてきました。これでもうこのゲームは取ったようなものでしょうか。そうですね。ここでミスが出るようだとちょっとレイズ選手おかしいぞにまた戻りますからね。しっかり確認を行いました。エフレンレイズ前に出しました。6番。軽く引いてきました。なんとなくムードが出てきましたね。ちょっともう普通ですね。はい、ラインボール入れました。ブレイクランアウト。8対6となりました。エフレンレイズ勝利まであと1点、王手をかけました。こうなるとレイズのミスを待つしかない福本プロ。ブレイクのところでひょっとしたらという期待感もあるんですが、
もうそれしかないでしょうね。うん、ねえ。第15ゲーム。9番が大きく動いています。1と2がまたポケットされて取り出し3番。これは最初ちょっと厳しいですね。守るんでしょうか。コーナーバンク行った形ですね。しかし3番ポケットなりませんでした。後がない状態でこのボールをもらった福本プロ、やりにくいですよね。難しくなりますよね。はい、ちょっと攻めは厳しいですかね。結局隠すことはできませんでした。レイズ選手も一瞬天を仰いでから構えに入りました。これ構えにくいんですかね。9番が面白いところにあるんですけれども、ちょっとつきにくいんですね。お、縦バンクか。決めました。すごい発想ですね。しかし決めるあたり、さすがエフレンレイズ。出ました、薄い4番。レール際の5番です。入れた。7番を見に行きましたね。その前に6番です。ほぼ勝負あったか。あとは両方とも穴前のボールです。出ました、ゲームボール。決めました、9対6。エフレンレイズ福本宇太郎を下してベスト8進出を決めています。吉本さん、この試合いかがでした。そうですね、やはり朝一のゲームということで、今一つ両選手とも
前半にかからなかったですけども、リー選手がちょっとオールジャパンのことも含めこう意識してるなっていうのはすごく感じられたんです、そこに隙があったんで久保田プロにはこう前半走ってほしかったんですけどね、チャンスはあったと思うんですよ、ただやっぱりあの第5ゲームで9ボール外しましたよね。そうですね、あの辺りから序盤にあったあの自信といいますかね、それがちょっと損なわれてしまった。でその後また8番をミスするシーンもあってきまして、それがまあ勝敗分けたのかなという気もしましたね。そうですね、あのボールの動きをこう見ていてもちょっと迷いが出てきますよね、こう数字が大きいボールになると不安を抱えてついているようなそんな感じもあったんですけれども、まあ、普段ならそんなことがないのが起きてしまうのがジャパンオープンであるいはエフレンレイズとの対戦ということになるんでしょうかね。そうですね、あのセルキアがいいのがいっぱいあったんですけどね、ただ可能性を感じるプレーはしてくれましたので、ただこの経験をバネに頑張ってもらいたいと思いますね。お送りしたのは実況私石崎一樹、コメンテーターは磯本美乃さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。